はい、どうもこんにちは。本日はですね、マーブラックの車両インチアップではなくてインチダウンをしたいと思います。何でか分かる？飽きた。違います。今回は17インチから16インチにすると見てくれがどんな感じで変わるのかというのを試してみたいと思います。もちろんデザインも違うので、デザインもオフセットも太さも違うので、こればっかりは仕方ないんですけれども、マーブラの中で持ってるラインナップのホイールからね、変えてみたら一体どうなるのかっていうのをやってみたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということで早速交換したいと思うんですけども、今ね車両つけてるホイールはこちらになります。はい、こちらのですね、散々視聴者さんはねよくご覧になってると思うんですけども、こちらはアメリカのメーカーレグザーニ軽自動車用に作られた17インチのホイールです。なので 5.5J で細くって、インチだけがでかくなってるような仕様のホイールとなっています。オフセットは42回、そのような数値になっているので、ノーマルで履いたとしても全然はみ出ることなく収まるようなホイールとなってます。これが17インチのピンクとなっております。はい、続いて今回16インチで履くホイールはこちらになります。こちらはですね、以前視聴者さんにいただいて SSR のメッキのねホイールになります。こちらは16インチの 6J プラス39となっております。こちらはですね、しばらく長期保管されてたんで空気がもう完璧に抜けてしまってんのと、だいぶ汚れてしまったというのがあるので、軽く洗って、そしてエアを張って、それからね交換したいと思います。はい、じゃあ洗います。しばらく放置プレイになってしまってたんでね、盗まれないようにね。そうそうそう。でせっかくねいただいたんで、マブラこのホイールすごく好きだったんですよ。そしたらちょうどいただけるということでいただいたんですけど、裏側もね一応ね保管する前にも洗ったんですけど、しょうがない、それなりに劣化はしちゃうんですよ、ね、綺麗になりました。これをね4本やりたいと思います。それまでスキップ。マーブラの車両は車高としてタイヤキャンバー切ってるので、空気圧を多めに入れて、できるだけ真ん中を減らすようにしたいので、マーブラは空気圧を4キロ入れたいと思います。真ん中を減らす？空気圧ってどん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 入れれば入れるほど真ん中が盛り上がってくる。それなのでマーブラは4キロ入れて、通常よりも真ん中を盛り上がらせて、タイヤを片辺にしづらいようにします。はい、これで4キロね。赤い線のところです。4キロです。これを4本やりたいと思います。この2本あれだな、後ろだな。前と後ろなんか違うの？2本はローテーションされて外べりになってるんだけど、2本は内べりのまんまになってる。なのでフロントの方が駆動だから、フロントに内べりしてないタイヤを持ってきて、後ろは内べりしてるタイヤ持ってこようと思って。後ろはほら転がってるだけだから摩耗が緩いのよ。 FF はね、なんかこの1本だけ怪しいな。出てそう、うん、パンク？そこの今入れたやつ怪しい。パンクが怪しい場合はこういう中性洗剤とか混ぜたやつの泡立つ水、これを準備します。まあ経験したことある人はね分かると思う。洗剤が混じった水をこういうところとか、エアが漏れそうなところとかにつけてみる。そういうところから漏れる可能性もある。タイヤじゃなくて2ピースって言って、これとここが2個で1個のホイールになってるんです。だからこういう付け根のところから漏れたりとかもある、中には。これでじーっと見て泡がボコボコなってるところを見つけたらパンクしてるよね。それがないことを願いたい。あ、見つけちゃった。ボコボコなってる。あ、本当だ。これがパンクしてるんですよ。それはどうするの？これは本来だったら分解してシールを変えたりとかしなきゃいけないんだけど、増し締めでもしかしたら治るかもしれん。だね。あ、緩んでるな。あんまりきつく締めすぎてもダメだし、多分緩かったから増し締めで多分どうにかなるとは思うんですけど、これで増し締めしたらもう一回やってみて。止まったね。これは大丈夫です。あとは他は一応とりあえず増し締め、それだけはやっといた方がいい。つける前にね発見できて何よりなんで、1本だけね空気圧が少ないとかっていうのは大体漏れてます。なのでそういう時はこうやって疑うといいと思います。はい、これで完了です。はい、そうしましたらエア漏れを
直せましたので、これから早速履き替えさせたいと思います。はい、外します。外しました。こんな感じでね、だいぶこの間ね前後ローテーションしたんだけども、それでもやはり内べりの方が激しい状態となってます。はい、じゃあフロント終わったんでリアに行きたいと思います。はい、ということでこれは後ろのタイヤです。後ろはねもうここがトゥトゥルテンになってて、これねここを見ると分かるんですよ。まっすぐ取ってここの角がね減ってるんですよ。わかんねえか。わかんねえな。ということで、これをローテーションしたいので、今回外したと。後ろも16インチつけたいと思います。はい、じゃあこれで、履き替え終わります。これで、車体を下ろして、どんな塩梅かっていうのをご覧いただけると思います。はい、ということで、交換終えました。このような感じになりました。このような感じになりました。いかがでございましょうか。マーブラはやんちゃ仕様になった印象が強いでございますね。ということでこんな感じでねインチダウンしたらですね、今まで17インチ履いててタイヤは薄いけども外径が同じであったとしてもホイールの面積が大きいとヨレっていうのがなくなるので必然的に車高が上がるんです。それに対して今回は17インチから16インチにインチダウンしたので車高もちょっと下がってるんですね。なので普段ねこの車両 M さんが乗ってるんで、 M さんくれぐれも段差に気をつけてください。そういうね扱いづらい車をね私に乗らせてね、ちょっとなんか不具合起きるとブスカブスカ言うじゃん。運転下手なんだもん。運転は下手じゃないの。何？段差が悪いの。それを選べないあなたがもっと悪い。何こいつ。はい、ということでですね、こんな感じで16インチと久々にワゴンあるインチダウンしました。ということで今回16インチにインチダウンして、今履いてる17インチをねタイヤをローテーションする。それでミーティングの時はできれば18インチに変えていきたいなと思ってるんですけども、状況に応じてもしかしたら17インチのままかもしれませんので、この状況のねこの SSR のホイールがこっちの方がいいんじゃないかと思うんであればコメントいただけると嬉しいなと思います。視聴者さんのねちょっと意見聞かせていただければと思います。17インチの方が良かったのか16インチの方が良かったのか、おのおののね視聴者さんのご意見聞かせていただければと思います。そしたらそれ私一番に書き込むよ。17に戻してよ、するんだけどって。あなたは大きい方がいい。だってするんでしょ。若干ね。するのはね無理だよ、心が痛くなっちゃう。ああ、はい、はい、ということで最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やコメント、チャンネル登録とね、ベルの通知のマークをですね、オンにしていただきますと、マーブラック不定期な動画の配信が通知でお知らせになります。ぜひとも通知をオンにしていただければと思います。ということで、最後にマーブラじゃんけんをしたいと思います。準備はよろしいですか？マーブラじゃんけん、じゃんけんぽい！ということで、マーブラはグーでございました。ということで、またお会いしましょう。さよなら。